はい、こんにちは、ポップです。エフェクチャンネル3月14日日曜日今回は週末スペシャル第2弾ということでゴールド相場、金相場について解説をしていきます週に一度の解説となりますので短期的な目線だけではなく中長期的な目線も取り入れて解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴ください 今週の、ね、ゴールド金相場に関しましては、ドルが、ね、高値を止まっていたにもかかわらず、しっかりと、ね、反発した1週間となりました。まずは、ねまあ、小さい細かい時間軸の方から、ね、見ていきたいと思いますので、1時間足で1週間の振り返りをしていきたいと思います。 はい、えー、こちらで、ね、一、えー、1週間の時間軸ですね、えー。1時間足となりまして、縦の区切りが1日ごとの区切り。よって、えー、月曜日はね、ちょうど1700ドルぐらいからスタートした1週間でございました。えー、一旦はね、えー、ドルの方がやっぱり109円をね、えー、大幅に超えてくるというところがありまして、逆相関の関係のゴールドの方は、月曜日から火曜日にかけて1700ドルをね、再度割り込むという場面がございました。 ただね、その後こちら、米ドルの方ね、少し見ていただければと思いますが、ドル円の方がね、こちら、109円を抜けてから、再度、この109円を割り込むところがねありましたので、まあ、こういったドルの高値圏からの調整によって、ゴールドの方は少し息を吹き返しましてね、1700ドルを超えてきたというところ、そして勢い余ってね、一旦木曜日の段階では、1740ドルぐらいまで上がったというところでございますが、 ただね、木曜日から金曜日にかけて、ドルの方がね、再度上がってきました。ドルの方がね、再度109円台に上がってきましたので、まあ、この上昇を受けて、ゴールドの方はね、やはり逆相関をしますので、下がっていったというところでございますが、大きなね、決定的な違いは、この1700ドルですね。ここ、なぜかですね、しっかりとサポートが入って反発。 本来、ゴールドが上がるときは、米ドルが下がらないといけないという逆走感でございますが、実は米ドルの方、そんなに下げていない、まあ、109円あたりでうろうろしてクローズしているというところの中で、ゴールドが上げてきたというところでございますので、ちょっとこういったところを考えますと、これ以上ね、1700ドルを大きく割り込む期間というのは、もう少なくなってきたんじゃないかなと思います。 えもちろんね、ベ、えー、ドルの方が急にね、えー、大きくは、えー、下落というところがあればね、別の話なんですけど、なかなかそれは考えにくいかなというところでございます。まあ、とはいってもね、えー、ゴールドの方は、えー、アメリカの長期金利上がってきますと、同じ安全資産の中でも、 どうせ安全資産を持つのであれば、金利がついた方がいいということでね、長期金利今、今1.6%を超えているという状況でございますが、そっちの方うにね人気がありますので、積極的にゴールドね、上値を買われるというところには至らないかなと思っておりますが、ちょっとね、今までベイドルの上昇でゴールドの方が売り込まれていましたので、そういったところからいきますと、少しばかりね、戻す相場になるんじゃないかというところでございます。 具体的なところを、ね、お話をしますと、こちら移動平均線を今、突き破ってきましたので、今後、ですね、この移動平均線の上側、ちょっと横ばいなんですけどね、これから1710ドルから15ドル付近をしっかりと、ね、切り返してくれば、上方向に行って直近の高値を、ね、抜けてくるんじゃないかという形を想像しております。その具体的な判断としては、 これはデイトレベースではなくて、えー、4時間足ベースのスイングトレードベースで見ていただきたいんですけど、4時間足です。4時間足ね、えー、見ていただきますと、今までね、長らく、えーまあ、下落相場を続けてきたというところで、まあ、一旦ね、えー、私もそこと思っておりました1750ドルですね。ここ抜けてからね、まあ、久しく2週間経つというところでございますが、やっとこの1700ドルド、えー、抜けで、 アクが抜けたかなというところで、しっかりとね移動平均線の角度が変わりつつ、今までね移動平均線の下側で推移しておりました平均足、こちらの方がしっかりと上回りまして、一旦ね割り込む場面もあったんですが、再度ねこの移動平均線の上側に平均足が顔を出してきた、よって今後はねこの移動平均線を大きく下回ることはないんじゃないかと考えております。 そして、こちらね、移動平均線の位置が今お話しました1715ドル、まあ、節目を見ますとね、1710ドルという形になりますが、こ、まあ、このあたりの上側でしっかりと陰線から陽線のサポートを受けながら、1750ドルを目指していくんじゃないか、多少ね、この1740ドル付近では、 レジスタンスがね、1本、2本と、えー、あります。えー、直近の、ね、レジスタンスポ,、えー、ポイントが2つありますので、えー、超えることはね、少し難しいかもしれませんが、まあ、今、大きな流れからいきますと、ゴールドはちょっと戻していく相場に、えー、転換したかなと。その理由としましては、今お話しした通り、えー、この移動平均線の、ね、下げトレンドが右肩上がりに切り替わってきた。そして、えー、この平均足のところですね、移動平均線を割り込んでも、4時間足ベースでしっかりと移動平均線の上側に来た。 まあ、そういったところを考えていきますと、えー、しっかりとね、えー、上値を、えーまあ、期待してもよろしいかな。ただ、積極的に買われる状況はないというのはね、長期金利の上昇からアメリカのね、米国債に、えー、資金が流れることも考えますと、まあ、そんなにね、積極的に上がることは難しいかもしれませんので、まずは1750ドル、そこでね、揉み合った後に、まあ、また1800ドルぐらいまでのね、えー、戻りは十分に考えれるかなと思いますので、まずはね、しっかりと押し目をつけたタイミング。移動平均 平均線付近から。 しっかりとね、上方向で陰線から陽線でロングを取りつつ1750ドルぐらい。こちらのところで少し揉み合うと思うんですが、その後ね、最終的には、ベ、ま、イ、あ、ドルがね、110円、111円、なかなか難しいと思いますので、そう考えますとね、まあ、高値とはいえ、少しね、調整する可能性がありますので、まあ、しっかりとね、1800ドルを目指した空間がね、出てくるんじゃないかと思っておりますので、まあ、そのあたりでね、ロング方向で見ていただきながら、おしめをつけたところで買っていただく。 私としては考えておりますので皆さんの相場感と合わせてね参考にしていただければと思います最後に、えー、あ最後の最後ですねこちら冷やしの方を見ていただきますと えー、1750ドル付近で、ねえー、またもみ合うというのは移動平均線がね、えー、こちら、えー、冷やしベースで落ちてきますので、まあ、このあたりの、ね、攻防が多少出てくるかな、まあ、レジスタンス食らってしまうかなというところでございますが、まあ、再度、ねえー、1700ドルを大きく割り込むことはなかなか考えづらいかなと、まあ、その場合はね、えー、急に今109円ぐらいのドル円が、ね、110円、111円というところがねあった時には、えー、下方向に落ちるかもしれませんがただね、まあ、これから、えー、大きく下が 上がる可能性の方は少なく一旦1750ドル移動平均線が下がってきたところで揉み合いながらその後にで、ね、1800ドル付近までは戻すところは想定できるただ1800ドルもね過去のサポートラインで機能してますのでそこを超えるのはまたね次回以降という形になろうかと思いますのでそれはねまた週に1回ではございますが週末スペシャルでお話をしていきたいと思います最後の最後と言いつも月足の方を、ね、いつも見て締めていきたいと思いますが こちらね月足ベース見ていただきますと、やっぱりね前回のゴールドのね、まあ、バブルと言いますか高値ですね、2011年のところを見ていただきますと、すぐさま下落トレンドで移動平均線を破っていったかと言いますと、まあ、1年半ぐらいですね、レンジ相場を経て、その後ね、まあ、長期金利がかなり上がってきましたので、ゴールドが下がっていったというところがございます。 今もね、長期金利上がり途中でございますが、とはいってもね、1.6%、まだまだね、えーまあ、ゴールドを下げるには迫力不足の利回りでございますので、もう少しね、この1850ドル付近まで戻るケースもあろうかと思いますが、うろうろしながらね、今年の終わりぐらいからですね、長期金利が伸びてきたときに、この移動平均線上がってきたところを割り込む、まあ、前回のねバブルが終わるというところもあろうかと思いますが、そういったところが出てくるかなと思いますので、このまま下げるというところよりも、 一旦切り返して、先ほどの1750とか1800、こういったポイントがあろうかと思いますが、まあ、1850ドル付近はもちろんね戻すところはあり得るかなと考えておりますので、まあ、そういったところをね一つ皆さんの考え方とね照らし合わせて参考にしていただければと思います。よってね1時間足見ていただきますと、こちらね、ね移動平均線よりか上側で陰線から要線。 4時間足ベースで見てみましてもこの移動平均線を下回らない程度の陰線から陽線そして日足ベースで見ていただきますとちちょっとねこちら1750ドル付近で揉み合いがあるかもしれませんが移動平均線と揉み合ってその後ね、えー、まあね横ばいから右肩上がりにして切り上がっていく、まあ、このようなことをね、えー、まあ総括としてお話をさせていただきますので皆さんの考え方と参考にしていただければと思いますね。ね はいえー、以上でね、えー、今回のゴールド相場解説を以上といたします。えー、引き続きですね、えー、平日には夕方に、えー、先進国通貨のクロス円、そして新興国通貨、えー、先進国通貨のドルストレートといった、ねえー、動画をアップしておきますので、えー、そういったところも、ね、興味ある方、ご覧いただければと思います。 あと、平日の21時からは YouTube ライブということで、皆さんのご質問にもね随時答えていきたいと考えておりますので、ゴールドに関してもね質問お待ちしておりますので、そういったところ、また皆さんとお会いできればと思います。それでは1週間ねお仕事とトレードお疲れ様でございました。また明日から1週間ねお仕事、トレード、また頑張っていきましょう。バイバイ。